驚愕。小さな酒屋が将くんの聖地に。まさかの姿がビアボール完売。小さな酒屋で待つ将くんファンの熱い思い。将くんファンの私には存在するだけで心を踊らせてくれるような特別なファミリー店がある。常設の緑人ソーダの小コーナーに加えて新発売のビアボールを置いてくれている小さな酒屋さんだ。 この店を見つけた時の私の気持ちは、まるで、ブラッと通りすがったら、偶然巨大なダイヤモンドが転がっているのを見つけたような驚きと喜びでいっぱいだった。入るのにも勇気がいったけど、翔くんの姿が目に入った瞬間、吸い寄せられるように店内に足を踏み入れてしまった。ある小さな酒屋さんの店内には、まさかの翔ちゃんがいっぱい、客が足を運ばず。 少し奥まった場所に佇む店内には、翔ちゃんの存在感が溢れていました。お店の奥の方には、ぐっと目を引くような翔ちゃんの特設コーナーが。そこには、翔ちゃんの写真や内輪などが飾られ、まるで翔ちゃんファンの聖地のよう。店員さんも翔ちゃんタンのようで、コーナーを丁寧に飾り付けていました。店内にはまた、緑ジンソーダやポテトチップスなど、 翔ちゃんとコラボしたグッズも。これらが店頭に並んでいるのはなんだか胸がキュンとしますね。翔ちゃんファンにとってまさに夢のような空間です。店内は狭くて奥まった場所にあり、スーパーマーケットのように人が行き交う通り道では全くない。でも、そんな場所に見事に輝く翔くんのグッズたち。なんとも豪華な翔コーナーが店の一角に存在しているのだ。 私が行った時は、店頭にはポテトチップスが鮮やかに並べられていて、それもさすがに、緑人ソーダ、仕様のものがあった。さらに店員さんも将くんのファンだと思われ、私が勇気を出して、ビアボール、の在庫を聞いた時には、とてもフレンドリーに対応してくれた。一見、隠れ家のような小さな酒屋さんだが、中に入ると将くんの世界が広がっているのには驚かされる。 店のディスプレイも凝っていて、翔くんのグッズがきちんと整理されて陳列されている。スーパーとは違う、手作りのような温かみのある雰囲気が店内に漂っている。まるで翔くんファンが自分で作ったかのようなそのディスプレイには愛情が感じられる。この小さな酒屋さんは、私たち翔くんファンにとって本当に特別な場所だと思う。ただの酒屋ではなく、 将君という共通の思いを持った人たちが集まる聖地のようなものなのだ。しかも、私の最寄りの店だとは本当にラッキーだと感じている。新商品のビアボールは5月14日から発売されるらしいが、この店ではすでに取り扱いが始まっていたようだ。ただ、私が行った時には完売していてしまった。残念ながら、 私自身は飲めないので即座に手に入れることはできなかったが、次はきっと手に入れられると信じている。この小さな酒屋さんは、きっと将くんファンにとってなくてはならない存在になっていくだろう。新商品の発売情報を早めに入手できたり、限定グッズが手に入るかもしれない。また、将くんファンの店員さんと出会えるかもしれない。そんな期待に胸を膨らませながら、 私はこの店に足を運んでいくことだろう。将軍ファンの人たちはきっとこの酒屋さんのことを知っているはずだ。でもまだ知らない人もいるかもしれない。そんな人たちにもぜひこの素敵な場所を知ってほしい。きっとここでしか出会えない何かが待っているはずだ。この小さな酒屋さんは私たち将軍ファンにとって特別な聖地。 そこには愛情が溢れ、温かみが溢れている。きっと、この店が私たちの心のよりどころになっていくはずだ。これからも、私はこの店に足を運び続けるだろう。そして、他のファンの皆さんにもぜひ来てほしいと思っている。でも、残念なことに店頭には人気のビアボールは置いていないようでした。そのため、 酒を楽しみに来た客も空振りを食らってしまったようです。店の奥まった場所にいる翔ちゃんに吸い寄せられてしまい、ついつい探索してしまうというのも面白い光景ですが、お酒目当ての客も多いはずですからね。このお店は確かに翔ちゃんファンにとって聖地のような存在。でも、客層を選んでしまっているのは気になるところ。もし、 ビアボールなどのお酒の品揃えを充実させ、翔ちゃんコーナーとの融合を図れば、より多くの客を呼び込めるかもしれません。店員さんの熱意が感じられるコーナーですが、もしかしたら本業の酒屋さんとしての側面を損なってしまっているのかもしれません。客層を絞りすぎないよう、バランスを取ることが重要かもしれません。ただ、それでも翔ちゃんファンにとっては、 まさに聖地のような存在。もし近くにお住まいなら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。きっと、翔ちゃんに出会えるかもしれませんよ。そして、次に新しいビアボールが発売されたら、またここにお店に足を運ぶのも楽しそうですね。きっと翔ちゃんファンの店主さんが、いち早くその情報を仕入れているに違いありません。ある普通の日、 ある人が近所の小さな酒屋さんに立ち寄った。店内に入るのに少し勇気がいったようだが、ある特別な人物の存在が引き寄せたのかもしれない。店内は小さいながらも、細かく丁寧にディスプレイされた商品の数々に目を奪われた。そこに、まさかの姿が。知る人ぞ知る人気アイドル、平野翔くんが立っていたのだ。このアイドルファンにとっては、 まさに夢の光景ではないか。興奮冷めやらぬ中、店内を歩き回る。そして、翔軍にちなんだ商品も発見。緑人ソーダもあれば、ポテトチップスも。まるでファンのためのコーナーのよう。店内の雰囲気もアットホームで、店員さんもファンのような対応。思わず、ビアボールはありますかと聞いてしまう。 残念ながらなかったようだが、それでも十分楽しめる空間だった。この小さな酒屋さんは、きっと将軍のファンの方が経営しているのかもしれない。店内に飾られた内輪からも、愛情が伝わってくる。自作だったりするのかもしれない。ただ、内輪があるからといって、ビアボールが置いてないのは残念だった。でも、また来ると決めた。 今度は自分のお気に入りのポテトチップスを探しに来よう。このような小さな出会いにも心を奪われる瞬間があるものだ。自分の興味のある人物やものに偶然出会えた時の高揚感は格別だ。アイドルファンの心をくすぐるような愛情あふれる売り場作りに感動を覚えた。今度はビアボールを手に入れられるかもしれない。そして、 また翔くんに会えるかもしれない。そんな期待を抱きつつ、次のチャンスを待とう。最後に一つ気になるのは、そのうちわが手作りなのか、それとも店頭で売っているものなのか。店主さんの愛情が感じられるから、きっと手作りなのかもしれませんね。翔ちゃんファンならではの愛情が、このお店の雰囲気を際立たせているのだと思います。